神戸総群は、淡路島北部から、現在の神戸市西区、須磨区から大後、吉川、三田辺りまでの北上地区周辺を中心として広がる、地域に、新生代古代三期四神夜末から、全神夜にかけて形成された地層。保存の良い海生炭水害化石や陸生植物の葉や、在化石が産出することで広く知られる。現在の淡路島北部の一部より、 六甲山の西端に沿うように、塩谷、妙田に、白川、丸山、鈴蘭台、愛名あたりまで、ほぼ南北に伸び、その後、東は、三田から、西は、加藤市、三岸付近に翼を広げるように東西に広がる、六甲山と乳山系に挟まれた、大きな丘陵地帯に広く分布。乳山系は、神戸総群ができた後に隆起し、できた山である。かつて、 この一帯にはここ戸湖と名付けられている巨大な湖があり、現在の神戸市須磨区北区あたりから三田周辺にまで水をたたえていた。湖に溜まった火山灰が固まってできた業界岩と泥岩、また河原に堆積した砂や礫が固まることによりできた砂岩、礫岩により構成される。基本的に業界岩、泥岩、砂岩、礫岩の四層からなり、 全体に白っぽい色をしているのが特徴。白い業界岩の分厚い地層が幾重にも重なっており、完全な形の植物化石を多く含む。長く、神戸総群の年代はおよそ1600万年前から1500万年前であると考えられてきたが、1996年、通称産業省工業技術院地質調査所の研究結果により、淡路東北部に分布する。 岩屋層の実が約1600万年前から1500万年前で、神戸市西部から三田市付近の神戸層群は約3700万年前から3100万年前の地層であるとされた。2000年には大阪市立大学の山本博夫、石油資源開発の栗田雄二兵庫県立人と自然の博物館の松原久志の3名による共同研究の末、 淡路東北部の神戸総群の年代が、さらに古く3800万年前から。これは、野島小乳道の近くの北段町、野島常磐北方の岩屋層で採集された資料の、石灰質難の化石及び渦弁毛も化石の2種類の植物プランクトン化石の分析にて、時代決定に有意義なな石灰質難の化石、渦弁毛も化石が、それぞれ3種発見され、それらの年代から、 明らかになったものである。またこの結果より、神戸市西部や三田市周辺一帯は、サイの仲間のアミノドン類が生息するような、環境である湖や湿地帯で、淡路島付近は海であったことが分かった。神戸総群を形成する類相は、以下の通りである。神戸地域三田地域最初に、神戸総群の本格的な研究を始めた、古生物学者、鹿間時代による、 鹿間は1938年に地質学の雑誌上で論文、神戸総群とその植物群を発表しており、その中で神戸総群とは明石海峡付近に発達する第三基層に対して筆者の与えた名称であると記している。その後の研究により、この層が三田から三木に至る広大なものであることが判明し、研究が進んだが、これらすべての地域の地層を含め、 神戸総群と呼ばれる。神戸総群が分布する三田市で産出した、経過木神戸総群の化石のほとんどはココオベコが存在していたことからもわかるように、陸に分布していた植物の葉が中心である。しかし多い畑類学は、海の海の化石が多く産出していることから、ココオベコよりも南側一帯までは海であったと考えられている。気候は亜熱帯的気候から温帯的気候に、 移行しかけていた時期にあたり現在よりも温暖であったと考えられている。日本列島の位置も形状も現在とは大きく異なり、最近の古地時期学では1600から1500万年前の日本列島はアジア大陸に現在とは異なりほとんど隣接するように位置し、その頃より日本列島がゆっくりと時計回りに移動を開始し始めた。当時は熱帯的な気候から 現在のような四季の区別が鮮明な温帯的な気候へと移行しつつある時期だと考えられている。現在よりも温暖であったことから、当時の植物症には中国南部から台湾にかけ分布する亜熱帯性のアデク族、紅葉山族、シマモミ族、シュロ族、ヒノキワヤドリギ族、ビロウ族、風族、メタセコイア族と現在の温帯地方に分布するカエデ族、ケヤキ族、 コナラ属、ナナカマド属、ブナ属の大きく二つの種類に分けられる。特に葉の長さが20センチメートルを超えるものもある。絶滅した横山沼水木、中心風やメタセコイアなども普通に見られる。保存状態が非常によく、細やかな葉脈まではっきりと見える化石も多い。最近になり、神戸式宅にて大型のサイの仲間である、財産アミノドンと見られる。化石の年代は、 測定方法により、差異が出るが、カリウムアルゴン法による、年代測定で1500万年前後、フイッショントラック法での年代測定では3140万年プラスマイナス190万年前の結果を得ており、正確な年代は未まだ特定されていなかったが、最近の研究の成果により、神戸総群そのものは、約3500万年前のものと推測されている。これらの化石も、 この当時に、盲城河川で堆積したものと考えられるようになってきた。白川峠の木の廃止と呼び習わされ、古くより、神戸市須磨区の白川峠の西の県道16号線北側一帯には、綺麗な木の葉の化石が採集できることで海外にまで広く知られていた。ほとんどが、真っ白に近い業界岩の化石である。現在、阪神高速北神戸線。 白川ジャイクション建設による大規模な開発や乱獲により採集される場所は限られているが、現在でも幸せの村、キャンプ場より井川へ降りたあたりに採集できる場所がある。1960年代の神戸市北区の清和台、あたりの宅地開発が盛んであった当時は、神戸市立日踊り越え望遠北で入り口周辺から、現在の清和台あたり一帯は、歩けばどこにでも、 植物化石がゴロゴロ足元に転がっていたほどである。また、スマクシシが池から奥に歩けば、現在の神戸市北区日踊り台三丁目の小さな山池の池岩の路頭にも多く産出された。その他、アイナ、傷あたりにも観察される路頭は存在する。淡路島では岩屋の江島に貝の化石が見られるが、最終禁止となっているが、観察はできる。現在では、 かつて宅地開発に伴う造成工事現場で多く、採集された場所も、すでに住宅地となり、新たな造成地が出現しない限りは、新しい採集地は望めないが、造成地の多くは立ち入り禁止であるため、採集できる場所は極端に限られている。代表的な採集場所、編集神戸市北区山田町側メタセコイヤの化石など、神戸市須磨区白川船類、シダ類の化石など、 神戸市たるみく、奥旗ぶなるい、ヤシ類など、ありがとうございます。